2連勝中の京都と3連勝中の柏レイソル、どちらが連勝を伸ばすかという今日のゲームでした。そうですよね、この大谷のやっぱりこぼれて こういうシーンがあると柏のサッカーになっていくんで、裏への速いこう供給っていうのも大事ですよね。前半11分のシーン、そして前半32分のシーン、このクリスティアーノのボール追いからシュート、クリスティアーノがここで本当自分をどんだけ攻めたかが最後の最後になんかつながったんちゃうかなと思います。ただ、ドゥリオもここはねちょっとミスがあったんですけど、90分全体ではすごくこうチームを統率してましたよね。そして後半からチャンスシーンが目白押しです。9分、京都宮吉、やっぱり宮吉がスペースをついた動きをしていければそれがチャンスになりますからね。そして12分、初スタメンの福岡、ここのやっぱり出足が速いですよ。中村康介はやっぱり日本を代表するキーパーなんで。そして20分、フリーキック、クリスティアーノ、ここら辺もクリスティアーノのフリーキックがなかなかこうフィットしてないなって感じてたんですけど、23分にもクリスティアーノ、小池からのクロスでした。ただやっぱこのままで終われない選手ですよね。そしてこの崩しから中野、もやっぱり右で打ったことによって次のスカウティングで生きてくると思います。26分に続いて次は37分です。ここは江坂のやっぱりためですよ、このリズム、空間、その間今見ましたよね。見て、ここ2人がこう空いてるのを見てパスを出せる選手なんですよね。瀬川が飛び込んでいきましたが合いませんでした。37分、そしてアディショナルタイム3分、ガブリエルの折り返し、鎌田、やっぱりクリスティアーノのやっぱりキック、このカーブをこんだけ曲がってピンポイントに合わせられた、それがやっぱり